お主は今日からエミの推し活だ。私、湯気の道教と申します。強欲は身を滅ぼすぞ。私の病は治りますか？このエミの推し活に全てお任せください。藤原の豊成よ、そなたには太宰府に行ってもらう。は、なぜ私が太宰府に？西の守りを固めるためだ。守りを固めるため。しっかり励みなさい。太宰府は美味しいものが多いと聞きました。よかったですね、兄上。仲間ろ、お前の仕業か。なぜ謀反の企てを天皇に報告しなかったのですか？東本忠説から聞いて知っていたのでしょう。それは他にもありますよ。小野吾妻人の尋問を任されていたにもかかわらず自白をさせることができなかった。これは明らかな失態。左遷程度で済んでよかったですね、兄上。強欲は身を滅ぼすぞ。肝に銘じます。これで邪魔者はいなくなった。あとは王位王を天皇にさえしてしまえば私の天下だ。758年、後見天皇が上位して仲間呂が擁立していた王位王が天皇に即位します。第47代順仁天皇です。そしてこの年、官名を東風に改称させる東風政策を推進して自らも右大臣にあたる大宝に任じられました。即位おめでとうございます、順仁天皇。すべてお主のおかげだ、仲間らよ。礼を言う。もったいないお言葉にございます。お主の功績をたたえ、推し活の名を与える。姓にも恵美という二文字を付け加えよ。お主は今日から恵美の推し活だ。ありがたき幸せ。それで推し活よ、これから私はどうしたらよいのだ？心配はいりません。この恵美の推し活に全てお任せください。そんな中、唐で安史の乱が起きたという知らせが日本にもたらされました。安禄山の乱とも呼ばれるこの反乱は763年に鎮圧されましたが、唐の中央集権体制を弱体化させました。この知らせを聞いた推し活は諸国の守りを厳しくすることを命じます。そして翌年の759年には、白荷が日本の施設に無礼を働いたとして白荷征伐の準備を始めさせました。軍船394隻、兵士4万7千人を動員して白荷に遠征いたします。わかった。お待ちください。後見上皇、いかがなさいました？今は国内を安定させることが最優先。国外に遠征をしている場合ではありません。しかし唐の衰退が予想される今、白荷が攻めてくる可能性があります。先に手を打たなくては。攻めて来られても大丈夫なように守りを固めたのではないですか？わざわざこちらから危険を冒してまで攻める必要はありません。そう思いませんか、順仁天皇？後見天皇のお考え、一理ありますね。天皇様、推し活よ、そなたの考えもわかるが、ここは私の顔を立てよ。承知いたしました。呆れるほどの度胸のなさだ。攻撃こそ最大の防御だということを教えてやりたい。やはり大使になる必要があるな。光明皇后ももう長くはないだろうし。大使とは太政大臣の唐風名で最高の地位を指します。推し活は760年に皇族以外で初めてこの大使に任じられ、名実ともに最高権力者になりました。推し活は自分に近い者たちを次々に昇進させて勢力の拡大を図りましたが、同じ年に光明皇后が亡くなると権勢は陰りを見せ始めました。後見上皇には近江の洞宮に行っていただきたいと思います。私を遠ざけるためですか？いえ、平城京を改修するための一時的な措置でございます。それに上皇様には
長年の疲れを癒していただきたいと思いまして。わかりました。お気遣い感謝いたします。順任天皇も一緒に行っていただきます。改修が終われば戻っていただくという条件でいかがでしょうか。問題ない。お二人がいない間の平城京は、この恵美の推し活にお任せください。聖武上皇や光明皇后が目指した平和な世にするためにより一層精進いたします。よろしく頼む。これで少しはやりやすくなるであろう。しかし762年に後見上皇との間を取り持っていた推し活の正室藤原のおひらがなくなります。そして推し活を支えていた三里の木の飯丸と中納言の石川の年たりも相次いで亡くなってしまいます。これにより弱体化することを恐れた推し活は藤原姓を与えられ、藤原の音定となっていた山城王や年たりの子石川の豊成などを昇進させて補強を図りました。そんな中、後見上皇が病床に伏します。お初にお目にかかります。私、湯気の道教と申します。上皇様の病を治すために参上をつかまつりました。以後お見知りおきよ。私の病は治りますか。この世で一番美しい上皇様が病になど負けるはずがありません。この世で一番。これはご無礼を申しました。上皇様があまりにも美しかったものですから、他と比べるなどという愚かなことをお許しください。あなたはお世辞を言うのがうまいのですね。いえ、世辞ではありません。本心でございます。私の病を治すことができたらお世辞ではないと認めて差し上げます。この道教神明を落として後見上皇の病を治してみせます。順任天皇、お願いしたいことがございます。なんだ、申してみよう。上皇様に道教と距離を置くようにお伝えいただきたいのです。それはどうしてだ。道教は上皇の病を治したものであるぞ。上皇様の後ろ盾を得るために病を治したとも考えられます。現に上皇様は道教の言うことをすべて聞いているというではありませんか。確かに道教に異を唱えている上皇を見たことはないな。もし道教が天下を狙っていたとしたら、天皇様に弓を引くこともありえますよ。まさか、道教は僧侶だぞ。甘く見てはいけません。天皇様が思っている以上に仏教勢力の力は増しているのです。そうか。それは困ったな。どうか今のうちに道教を。そうだな、すぐに上皇のところに行ってくる。ありがとうございます。御しやすい天皇を即位させておいて本当によかった。しかしどこの馬の骨とも知れぬ層に入れ込むとは、上皇様にも困ったものよ。奈良時代は仏教が広まることにより僧侶の力が増した時代でもありました。その代表的な存在が後見上皇の寵愛を受けていた道教です。さて、次回の百花繚乱歴史伝は、そんな道教の影響力を恐れた推し活が起こした反乱、恵美の推し活の乱にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。